四季の王子は、日本の飛鳥時代末期から、奈良時代初期にかけての皇族。柴はじめ王子、または、関王子、四季の御子とも記す。天智天皇の第七御子。一回は二品。皇位とは無縁で文化人としての人生を送った。しかしその皇居から五十四年後に、息子の白壁王が即位し、春日宮行天皇の追御子とを受けることとなった。 今日の皇室は、四季の王子の子孫となる。天武天皇八年、天武天皇が吉野に行行した際、宇野ささら皇后も列席する中、天時、天武両天皇の諸王子と共に、皇位継承の争いを起こすことの内容結束を誓う。天武天皇十四年間位四十八回の制定により吉野の名役に参加した諸王子が除位を受けるが、四季の王子のみ除位を受けた記録がない。 主張元年不子に百0 0個を与えられる。自童朝では、自童天皇三年戦前元史に任せられた程度で、女医や養殖への任官記録がなく、天皇の弟でありながら不遇な状況にあったか。文武朝に入ると、大宝元年の大宝令の制定に伴う、異界制度への移行を通じて4品に除せられる。大宝三年、自童天皇の葬儀では作り岡窓長官を務め、 慶雲四年六月の文武天皇の崩御にあたっては、緊急に愚部している。同年七月に、元明天皇が即位し、再び天皇の兄弟となる。元明朝では、和道元年三品、和道八年二品と昇進を果たしている。元祥朝の霊期二年八月十一日皇居。人身の乱を経て、皇統が天武天皇の系統に移ったことから、 天智天皇系皇族であったために、皇位継承とは無縁で、政治よりも和歌などの文化の道に生きた人生だった。皇居から50年以上後の法紀元年に、六尾の白壁王が皇子に擁立され即位したため、春日宮行天皇の杖見事を受けた。御陵所の田原政陵にちなんで、田原天皇とも称される。成長で自然干渉に優れた歌人として、 万葉集に六種の和歌作品を残している。いずれも繊細な美しさに満ち溢れる名家である。新古今和歌集以下の直線和歌集にも五種が再録されている。春日宮天皇陵六国史による。公認天皇の即位により、春日宮行天皇の後尊として二世王大宮となった皇族。皇権上皇の長愛を受けた道教を四季の王子の楽院とする説が、 7大臣連票、本庁公員将運録、総合部人、苦行部人などに見られる。ありがとうございます。